皆さんこんこにちは人権に関するメインセッションよくお集まりいただきました。マルチステークホルダーのアプローチによって人間の尊厳とすべての人の自由を守るというそういうアプローチについてです。私はペギーと申します。OHCHR ジュネーブの OHCR から参りました。 なぜ、ま、このテーマが大事なのかということを説明したいと思います。そもそも人権という枠組みフレームワークというのは法的な義務だけではなく非常に有益なツールでありこの会話の中にインターネットガバナンスフォーラムとして取り込むべきだと考えたからです。 AI であったりこういったデジタルテクノロジーという分野にも深く関係しています。人権というのは人権宣言というのは普遍的ないろいろな脈絡を持ったそういった宣言書でもありその中にはリソースであったりそして指針として多くの非常に難しい問題に対する提言が含まれています。そういったことを を前提にこの会話対話を倫理的な内容であったりそして価値観であったりそしてこのとともに人権というのは私たちの倫理倫理観や価値観の繁栄でもあるということから全てのステークホルダー とそのコンテクストに関係しているというふうに考えたからですまた冒頭に申し上げておきたいんですがこれはグローバルな会話ですしたがってそれが現実できちっと反映されるかどうかというのは難しいテーマでもありますこういったテーマというのは地域やセクターに限定されてしまう場合があり十分に この問題にデジタルテクノロジーに影響を受ける人たちの声が反映されていない聞かれないという場合もありますそういった人たちの声にも私たちは耳を傾けていますよということも強調したいと思いますそして最後にこのパネルは パネルの皆さんにはどういうことを期待しているのか IGF に対する期待はどんなものがあるのかデジタルグローバルデジタルコンパクトこれは国連事務総長自身も関わっていますけれどもそういったことに対してどういう期待を持っていらっしゃるのかも伺いたいと思います。例えばどうやってより良いエビデンススベース のデジタルセクターのそういった内容を構築することができるのかあるいはモニタリングだったり監視観察だったりということはもっと改善することができるのかとかそしてマルチステークホルダーという視点の重要性ということに関してですがこれは強調したいんですけれども。 えただ単に参加するという意味ではなくて意味のあるエンゲージメント関わりをするということを意味していますつまり文戸を開くだけでは十分ではありませんさまざまなリソースがそこには存在しなければなりません一つの例としてま研究者がテクノロジーに アクセスをするということに関してそのような計算能力を持っているかどうかとか資源を持っているのかどうか彼らにやってもらいたいことに対するリソースがあるのかどうかということその辺も私たちは話し合っていきたいと思います。 それぞれのパネリストから一言お話しいただきましてその後質疑応答をしたいと思いますそして最後のコメントに移りたいと思いますそういったことを念頭においてまず1人目のスピーカーですお二人はオンラインで参加されますがカメラン・フッシャン アシュラフさんです。ウィキペディア財団の人権のリードです。それからヨーロッパ中央大学の公共政策の部門にも携わっていらっしゃいます。オンラインで参加されています。皆さん聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、良かったです。あの主催者そしてモデレーターの皆様。 それからパネリストの皆さまありがとうございますオンラインのパネリストの皆様もありがとうございます私も参加したかったですキャメロンアシュラムと申しますウィキメディアで人権の問題を扱っていますウィキメディアの中での人権に関することをやっているウィキメディアという財団でこの世界中には何千人という まあサポーターがいます。えそしてえ公共政策を私はこのオーストリアのウィーンにあります。 ヨーロッパ中央大学で教えています人間の尊厳とそしてデジタル時代における全ての人の自由ということですけれどもこのあの文言私が思うにそれは非常にあの素晴らしいチョイスだと思います IGF に私たちが参加している理由あるいはテクノロジーに関わっている理由はまさにこの人間の尊厳に関係するからなんです人間の尊厳というのはこの分野で十分に今まで議論されてこなかったと思いますで私たち たちがこの尊厳ということをオンラインで理解することは非常に難しいんですね対面でも尊厳というのはなかなか難しいですどのように人が扱われるのかそれは地理によっても地域によっても変わってきますしコミュニティによっても違います常に流動的なそういう概念だと思います個人の尊厳 そして社会におけるその個人のテクノロジーにおける立場というのはこの10年において最も関係性が深いと言いますか関係性のある課題だと思います AI がまさにこの尊厳といったことに関わってくるからだと思いますでは人間の尊厳と 例えばサーベイランス監視とかそういったことはどういうふうに考えればいいのかあるいは予測可能なその問題なのはどうなのかとかデジタルディバイドはどうなのかとかあるいはオンラインでは高齢者はどのように扱われているのかあるいは誤情報などはどういうふうに扱うべきなのかなどなど他にもたくさんあります一日中かけても足りないぐらいですそこに尊厳が関わってくるんです。 私たちが実際にそれを定義することは大変難しいと思います。人間の尊厳というのは、まあ、直感的にはわかるかもしれないけれども、ウィキペディアをで、えー、そう見つけることはで検索することはできません。なぜウィキペディアではこの人間の尊厳という問題でうまくきちっと。えー 議論できないかというとウィキペディアそのものが尊厳にのっとっているからなんですあるいはのっとっていなければいけないからなんですこれは何か売るものでもない販売するものでもないし利用するものでもないそれぞれがその自分たち自身が尊厳を主導するということを理解しなければなりません。ウィキペディアというのは百科事典のようなものですそれは SNS ではありません。 そしてボランティアが協力をしていろいろ話し合って議論して編集して世界の知識を作っているわけです。そして引用のゲなどといったものもきちっとそこに掲載されます。 コラボレーションというものが国境を越えてなるべく世界に対して最も正確な情報を伝えようということをやっているわけですウィキペディアであればどの言語であってもま非常に私たちを謙虚にしてくれるそういった経験かもしれませんこれは決してまお金を儲けようということではなくて人間のことに関心があるから思いやりがあるからこそ作られているものです普遍的なあその行動規範によってえそれはサポート していますこれは人権のにのっとっていますしボランティアによって構想されていますから世界の知識に無料で貢献しようということですこのテーマに皆さんとともに参加できることを大変嬉しく思っていますカメロンさんどうもありがとうございましたとても重要なことを指摘されたと思います 本当に人の尊厳というとても重要なことにアンカーを置いて話をしてくださいました。それから例えば監督とかあるいは検閲とか脆弱なコミュニティとかそういったところっていうのは私たちの今回の IGF の対話の中でもそれから政策決定者が議論するべきアイテムだというふうに思っています。でですのでこんなな重要な問題を誰に どういうふうに効果的に提示するかというのはとても重要だなというふうに思っています。ではエリーン・ドナヒューさん、国務省のデジタル自由担当特使でいらして、それから人,人権高等弁務官事務所のコンサルタントでいらっしゃいます。どうぞ。ありがとうございます。IGF にこうやって戻ってこれて、本当に嬉しく思います。エネルギーに満ちているなと感じています。皆さん同様 私も自分を変なマルチステークホルダーアニマルであると考えています。自分のことをそう見なしています。いろんなセクターで人権、それから技術の問題というのを長い間関わってまいりました。それから、アペギーと一緒にヒューマ n Rights w という市民団体にも入っています。それから、最近スタンフォードで8年ぐらいですけれども、おりますけれども、そこで、 グローバルデジタルポリシーインキュベーターというセンターを回しているところですこれは人権と民主主義に関わるものなんですでペギーさんがおっしゃるようにまた私そのデジタルフリーダムの特使として国務省で仕事をしているという状況ですでまず第一のミッションというのは人権をアメリカの サイバーデジタル政策の中の最上段に置くということそれから国際的にも最上段に置くということですテクノロジー関係の会話の中に人権を最優先にさせようというのが私のミッションですさてこの数日三つ優先順位があります日々まずこの IGF と重なっているようなアジェンダでを中心に仕事をしていますけれどもまず国際的な AI ガバナンスというのが私の日々の仕事の一つですゴールとしては 国際的な人権法をまず AI のガバナンスの基礎として置くそしてそれを固めていくということが役割です。でこの IGF というのは非常に AI のガバナンスに向いている組織を持っていると思います。すべての影響すべてのリスクというのをいろんな人が優位憂慮していますけれどもプライバシーそれから非差別同様の保護それ同等の保護。 それからその集会結社の自由人々の自由な動き表現の自由それから情報に関わるさまざまなものこういったものは全部人権絡みですよねそれから一方方程式の一方でメリットというのもあります AI のメリットの包摂性というのも重要ですで。ちょっと 哲学的になるかもしれませんけれども私は AI というのはこの生存に関わる疑問を我々に投げかけていると思います人として人間が世界の中心にもいられるかどうかそれから将来のガバナンスの中心にいられるかどうかという瀬戸際にあるという疑問を AI が私たちに投げかけているんだというふうに思いますだからまさに AI の話をした時には本当に課題が多いなと思いますそれから他の規範とは違って まだ AI は国際法で普遍的に使われているものというのがありません。世界中で共通の言語で話せるような状況には今至っていません。ですのでやはり国際的な AI ガバナンスには IGF が大変向いていると思います。それからまあ皆さんどうでしょう。多くの皆さんは2012年 最初のインターネット自由に関する国連の決議がありましたよねで、それがまさに人権がオンラインにもオフラインにも当てはまるのだという基本原則がそこで固まりましたまもちろんその当時とは今は違って今は全部がごちゃごちゃになっていますけれども同じような動きを 国際的な AI ガバナンスにも向けるべきであるというふうに思います。というのもリスクマネジメント枠組みであるとか倫理ガイドラインそれからまた同じ言葉を使っているのに意味が違ったりとか違う言葉を使っているのに同じ意味を示しているとかっていうのがごちゃごちゃになっています。なのでやはり枠組みをちゃんと 意識を高くして知識の豊かな人がテクノロジーが分かっている人がその人権にも関わっている人と一緒になって枠組みを作っていくということが重要でこの IGF のコミュニティがこういった枠組みを作りましょうというふうに言うに一番いい位置にあるというふうに思いますリスクマネジメントフレームワークがそこをベースに作られることを望んでいますそれからデジタル包摂性が三つ目です そのいろんな意味がありますけれども、基本的なその接続性をみんなが持つということが重要です。皆さんもご案内ですけれども、26億人の人が今だまだつながっていないんですね。それをどうにかするというのがまず優先順位です。 それから、有意義な包摂性というのはいろんな側面がありますけれどもデータにおける包摂性というのがあります。これは非差別および同等の保護ということであります。それからコンテンツクリエーションにおける包摂性ウィキメディアの方が今いらっしゃいますけれどもそんなようなものです。それからコーディングコミュニティそれから政府のコミュニティなどもそのガバナンスのコミュニティなども入れるということそれからアプリケーションにかける意思決定 AI の利用に関わる意思決定というのも包摂性を持っているべきであると 考えますですので全部考え合わせるとこういった多面的な達元的なその包摂性という概念ですけれどもこれはもちろんこのそれが最後にもう一点この26億人というつながっていない人たちがいますけれども女性女の子がその大半を占めていますそれがまさに本当に事実として認識が低い部分です。 でデイマイマナスワンということでその1日「デイゼロ」の話でもそういったことがありましたけれども。 デジタルデバイドとかっていう話はしますけれどもこれら同じことを示しているんだというふうに思いますでそれをもっといろんな人の意識の高いところに置かなければいけません女性とそれから女の子もいろんなレイヤーがあってデータとかコンテンツクリエーションとかデジタルリテラシープログラムの中になかなか入れてもらえないというのがこういった人たちなのでそこもやはりジェンダーという部分を組み入れなければいけませんそれからイン,テインフォメーションインテグリティ情報の完結性完全性です で表現の自由というのはその守らなければいけませんけども情報のインテグリティという時にそれを侵食しないように行っていかなければならないんですけどもどうやってやるのかまだ分かんないんですけれどもでもこれもやっぱり優先順位高いい問題であると考えています世界中の政府それから市民団体が今実際的にどうやるのかというところにもっと関与をしてもらわないと困るというふうに思います。で カナダのそれからオランダのグローバルデクラレーションということでアンガというグローバルテクノロジーに関するデクラレーションがありますけれどもこれ大変素晴らしい内容ですのでこれをまず会話のベースとしてやるべきじゃないかなと思います。でまた最後ですけれども IGF の重要性ライフサイクルこれに関してはそのもう皆さんの方が マルチステークホルダーガバナンスに関してはよく分かってらっしゃると思いますけれども,もっとハードルを高くして頑張らなければい,けない,と思い,ますいろんなレイヤーがあっていろんなセクターがありますけれどもそこをつないで横つなぎにするということが重要でその壁を打ち破っていくということが必要だと思います。 まだ最後があるんですけど、このパネルで2つしたい。まず、人の尊厳、人の権,、えー、権利という実体的なところが一方で、それからそれを進めていくためのマルチステークホルダーというプロセス、この2つは別個にしてはならないと思います。私たち、プロセスが内容にも影響するのだということを忘れてはなりません。マルチステークホルダーのプロセスがいかに人権を守れるかということで重要です。以上になります。Uh, あ、イありがとうございました。素晴らしいあの視点をいろいろとご紹介いただきました。まあ,あのフレームワーク枠組みというものも多元的ではいけなだけで多元的でなければいけないということですよね。つまりあのそれぞれから私たちは共通の枠組みといったものをまあ全てに対して、えー、かける必要があるということですね。えそれからジェンダーについてです。私1日半今回あのこの会議に参加していますけれども、あんまりジェンダーについて言及されて 出てこなかったのがちょっと残念だと思っていますそしてデジタル包摂デジタルインクルージョンではぜひそのことについてもっと光を当てていきたいと思いますでは次にピーター・カーシュラがガー教授ルツェルン大学の社会倫理研究所の所長ですペギーさんありがとうございます えそれから主催者の皆様ありがとうございます私は倫理のあの教授でもありまして AI の倫理ということにも関わっています人権と倫理の端掛けをしたいというふうにも考えております倫理そして AI これはもちろん人権の最小限ミニマムスタンダードから始めますけれども それは尊厳を持って生活をするということを担保する必要がありますこれは AI のバリューチェーンの一番出発点でもありますそして いろんなアイディアが修練する収束してくるという時にはこの IGF の成果を見ますといろいろなそのハイレベルのアドバイザリーボードというのがあってそれがマルティ多,国多元的なあるいは多国籍のそしてマルチ テラテラルというようなそういったアプローチも取っているわけでありますで国,連事務局そう国連総会の事務局でもこのような問題が取り上げられていますそして高弁務官などもそのことについて認識しています規制の枠組みなんですけれどもそれがもちろん必要です二つ目には 規制の枠組みというのは人権ベースでななけければいけないそして3点目、まあ、その考え方の収束として国連あるいはその他の機関においてその規制の枠組みをどのように実施するのかということも考えなければいけません。この 現実いろんな考え方というのがどんどんとこう修練してくるというのはある意味では私たちはこれをポジティブなこととして受け止める受け止めるべきではないでしょうか AI というものが出てきました。 この3つの特質を持って AI に挑めるということは素晴らしいことだと思います。人権に基づいて規制に取り組む、それからテクノロジーというのは決して何か高いエソスに基づいたものではないということも分かってきました。また人権というのは まあ守るだけではなくて育成する多様性を育成するということを推進するということでもありますそれによってイノベーションがもたらされますつまりアウトオブザボックスで人々が考えられる自分自身の意見を自由に発言することができるということですそれは革新的であるためには不可欠ですそして国連機関が このような存在意義の問題 AI のをグローバルレベルで活用するということ特にそのプラスな要素というのは人間人類地球にとっての重要な要素であるわけですからこれは私の研究に基づいて申し上げますと マルセルン大学で最終的にまとめることになりますけれども一つの提案としてえ例えば IAEA の例を模倣してもいいのではないかというふうに考えるわけですまあ、あの核原子力であったりえそして人権というのはある意味では 似たり寄ったり、つまり倫理的な要素というのが含まれて今そこにはマイナスの要素もあるわけです。えそして核技術というのは。 非常に単純化されていますけれどもまず研究があってそして原子爆原爆が作られましたそして残念なことにその原爆が何度か使用されてしまいましたそして私たちは人類として気がついたわけです何かしなければいけないこれについてそして IAEA が国連で設立をされたわけでありますから このような最悪の状態を回避することはできるんだ。で、決してナイーブになるわけではありませんけれども、完璧ではない。え、もちろん政治的な意図もあります。しかし、そうは言ったとしても、え、ここのえ、I A E A というのは、え、最悪のシナリとシナリオを何とか回避しようということで努力をしているわけです。え、そのために、え、この機関と同じように、A I も国際的なデータベース のエーージェンシー機関というものを国連で作るそしてまず倫理的にポジティブなさまざまな機会チャンスというものを識別する同定するそして2つ目には倫理的なリスクは何なのかということを問うそして3つ目には国際協力コラボレーション技術的な交流 それはどのように進めればいいのかということをこの IGF でやっているような形で推進するそしてそれはいろんなイニシアチブがこの分野にはありますけれどもそれを組み合わせてマルチステークホルダーのアプローチそして多国間のアプローチというものを作る。 ということです。ま、倫理的な側面も取り入れながらえ、それを実践できればと思います。全ての人間が ai から恩恵を享受できるようにするえ、そして地球自体が ai からそのメリットを享受できるようにしたいと思います。ピーターさん、どうもありがとうございました。ま来、あ、館楽観的な。 話を私たちしにくいですけどしてくださってありがとうございました我々としてはニーズに関しては同感という感じなんだと思いますつまりそこはあるんだけれどもじゃどうやるのかというところが非常に難しいんだというふうに思いますなので私たちとしてはこういうカンバセーションを次のレベルに持ち上げようとしているところですからまあもちろん魔法の薬とかあるいは和の薬というのはないんですけども もっと深くいろんなニーズを掘り下げてみる必要があると思います。例えば AI の問題であれば一つの組織が必ずしも全てが達成できるというふうには期待できないと思うので今おっしゃったようなオブザーバトリー的な組織を置くとかあるいはある権威を持ったところがモニタリングとかをするということによって何かできるかもしれないというふうな考えはあると思いました。ではマロリーさんマロロリリーノー・ーささんんノドル 民主主義テクノロジーセンターの最高技術責任者でいらっしゃいますけれども、マロリーさんのお話をぜひ伺いたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。主催者の皆さんに招いてくださったこと、感謝申し上げます。私も o h c r でやったことについても後で言及したいとは思いますけれども私の責任分野としてはちょっと IGF の皆さんがやってらっしゃることよりちょっと広いんですけれどもいわゆるまあこの惑星のようにいろんな星座がたくさんありますけれどもあんな感じでそのインターネットをガバナンスをしているわけですけれどもその中にインターネットも入っているというふうな AI も入っているというふうな感じなんですで。それが一つの ここに IGF に集まっていろんな問題を分析しようとしていると考えたらいいというふうに思うんですけどもそんな感じで空の星を眺めててこんなな感じだよいいつも思っていますで他の方がおっしゃったことにも関係しますけれどもこれは倫理に関するパネルですよね。人権に関すするものでもののでごく 私たちとしては IGF がこんなに重要な社会問題を議論する非常に有益な組織であるというふうに思っています。先ほどその AI についてその いろんな議論をしているところがあるというふうにおっしゃいましたけれども、技術のガバナンスに関してもやはり人権を考えなければいけないということです。ただこれ本当に複雑でどん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 複雑になり続けている風景景色でもあるというふうに思うんです。で、それは評価しながらも一方で、じゃあみんながそのえー 人権に関係してあるいは法律とか責任に関してどういうふうなことをやっているのかというのも俯瞰してみる必要があるというふうに思っています企業もやはり人権に対して責任があると思うんですけれども私たち他のステークホルダーをどう考えているかということなんですけれども私はずっとこのキャリアで市民団体の代表をしてきましたで私はビジョンとかミッションに向かって仕事をしてきた人間というふうに自らを考えているんですけれども学会も もも重要なんですけれども私は主としてテクニカルコミュニティと仕事をすることが多いです。でテクニカルコミュニティの人権との関係人権の枠組みとの関係はなぞやというふうに今見ていると例えば OECD のレポートももうすぐ出てきますけれども OHCR の,、えー、の人権の 人権がテクニカルコミュニティと議論をされることが非常に重要であるという,ふうなレポートが出てくるんですけどもしかしながらまだテクニカルコミュニティがその人権の枠組みに対して何ができるのか何のためなのかというふうなことに関してはまだ定義ができていませんもちろんいろんな人たちがそのテクニカルコミュニティと呼ばれる中にも入っています国も入っているしそれからいろんな人たちが入ってはいるんですけれどもそうするとじゃあ 国が人権枠組みを守らなければいけないという義務のもとに置かれるという時にじゃあ企業はテクニカルコミュニティが人権についてなぜ話してないのだというふうに疑問を持つかもしれませんですからそういう意味でテクノロジーの話をもっと話をした方がいいのかもしれませんテクノクロティック的な用語で難しい議論をするのは簡単なのかもしれませんけれども 自分たちが作っている商品の話をするのはいいかもしれないんですけどもしかしながらやはりその人権の話もしていただきたいというふうに思ってます私は人権のことをテクニカルコミュニティに話す時には違う言い方をしていますこっちのデザインの可能性もあるでしょうあっちの可能性もあるでしょうというふうに言ってそして こっちの方がいいとかこっちの方が例えば表現の自由に向くからいいとかっていうふうな言い方をするのではなくてこっちとこっちとこういうふうなトレードオフがあるんだけどどっちがいいと思いますかみたいな形の話をするということによって人権をテクニカルのコミュニティでも考えてもらうというふうな形でやってきました。人権がこっちのデザインで守られれるけれども これはこうなのだというふうなその作業というのを今後ともやっていかなければいけないというふうに思っていてそれは別に技術的なディスカッションを政治の場でやりたいからというわけではなくてこれは本当に実質的な問題なんですテクノロジーの本当の問題。 技術の中に内在する問題を技術で改善することによって人々にとってより良い製品になるとかそういう意味なのでやはりテクニカルコミュニティが人権について考えるのが重要であるというふうに考えています。で私もうちょっとで時間がなくなりそうなんですけれどもただ申し上げたいのは実態を伴った形で申し上げるならば。 そのインターネットガバナンスという星座の中でそのインターネットレジリエンスという言葉が出てきたのを記憶していますで。出発点としてはエンドユーザーあるいは人を中心にした問題で考える時にやはりテクニカルコミュニティとか標準とか基準というのは非常に大きな役割を演じると思うんですけどもインターネット インターネットが有意義なアクセスが全ての人たちにとって可能になるような形でい続けるということがまずはいろんなエンゲージメントをする上で人権とインターネットに関しては重要であるというふうに申し上げたいというふうに思います。この会話つまり まあ人権というのは流行ではなくてすでにずっと考え続けなければいけない問題であると考えています。どこでそのえホスティングされているとかどういう形で考えが公開されるかにもかかわらず人権というのはいろんな人が絡んでいく問題だというふうに思っていますマロリーさん大変ありがとうございます。素晴らししいい視点をご紹介たただきました えまあそのコミュニティに橋かけをするということ大事ですね。で特に私がいいなと思ったのが、まあ、人々は人権について会話はしているんだけれどもそれをそのトレードオフはどうなのか特にテクノロジーとのトレードオフはどうなのかっていうことはあまり技術の専門家の人たちが今まで取り組んでこなかった内容だと思うんです。 それは彼らは本当はそういう対話をしたいと思っているんだと思うのでまそれから検閲とかインターネットを遮断する切断するとかあるいは その人間中心ではない動きはどうすればいいのかということですではオンラインでの2人目の参加でマリエルザ・オリベイラさんですユネスコのディレクターでコミュニケーションと情報部門のディレクターですデジタルインクルージョンという部門で政策だとか変革などに取り組んでいらっしゃいますありがとうございます皆さんこんにちは 皆さんとともにこの会に参加できること嬉しく思います。京都に直接伺えなくて残念です。最初から IGF には参加しているんですけれども、まあちょっと今回はあの参加できなくて残念です。ユネスコはまあいろんなそのチャンス機会というものを最前列で見ることができる。 そういうい立場にありますしかし付託されるそのマンデートというものこれは非常に複雑なんです。したがって私たちにとって倫理的な人権ベースの枠組みを推進しようとすると特にこのデジタル化の中でですねこれは十分なスピードで進んでいないと言える。 と思います。あの全ての人が同じような恩恵を受けているというわけではありません。むしろ危害有害になっている場合もあります。まこのまデジタルという世界ですけれども、デジタル空間というのはリブートする必要があると思います。特に信頼と事実にのっとってということです。そして。健全なあ。 ディベートをやってそして私たちは表現の自由情報へのアクセスを全ての場所で提供するということこれが大事ですそして社会においてはいろんなその壁がありますそしていろんな学術界科学者それから世論そしてマスコミなどもあって IGF というのはマルチステークホルダーがベースになっているとは思いますけれどもいろんなところが関わっているということでこの国際的な協力を推進し人権ベースのデジタルの未来というものを形成するそういう仕事をしなければいけないわけです。そして様々なこのデジタタルののエコシスステムの中で去年インーーネットトトフォートラスト という会議を開催しましたけれどもそこではインターネットプラットフォーム自体が課題になりましたガイドライン指針は今年の終わりに出すことになっています終わりに出すことになっていますつまりその規制ですね、えー、説明責任責任 デジタルエコシステムで今まで欠落していた部分を入れていこうということです規制とか標準ですけれども公共財をどうやって守るのかというところで見落としているものを私たちとしては考えていこうというふうに決めています。そして多多くくのののののといいますかこデデジジタタルル変革の前線にいる多くの国はデジタル空間の 特に SNS であったり AI といったところにおける規制それがどんなに大事かということは分かっているわけですしかしそれはグローバルスタンダードや指針などによって保管されなければなりません民間も参加しなければなりません。ということでデジタル変革に関するスタンダードといったものは設定されてきています。 透明性それからオープンサイエンスオープンデータ AI の倫理そして教師のコンペテンシー能力とかそういったことというのは説明責任を担保しながら人権を守るということです。それから本目の柱として こういった制度や体系、体制をま強化するということです。大事なことは、この人間が扱えるようなそういうレベルでのキャパシティというものを確立する必要があります。そして最も深いインパクトを与えるようなもの、政策立案者であったり公務員は。 特別の役割を持っているわけですデジタルエコシステムの中で特別な役割を持っていますまあ教員もそうです教育に携わる人たちも創意です。 21世紀ののいいいろんな要件というのがあると思いますデジタルネイティブと呼ばれる子どもたちに教えている立場の人たちですからそしてその人たちのネットワーキングとかコラボレーションそして国家レベルで仕事をしている人たちにおいてもそうですけれどもベストプラクティスあるいはそういった規制などといったものを人権ペースで進めていくことが大事ですそれから次にユーザーザです。 そしてそのリテラシーの問題それから批判的な思考ができるのかどうか知識そのものはどうなのかデジタル情報から情報を見出すことができるのか透明性の問題合情報の問題そういったものにも対処しなければならないということで非常にこれは大変です。 この対話というのは IGF だけではなくてその他のデジタルエコシステム全体で取り組めなければなりませんまあガバナンスにおける変化ということでいろいろな変化が今年起きていると思いますグローバルデジタルコンパクトも出てきましたしその他のメカニズムもあります AI に関するものもしっかりです なのでまこういったリブートをするあの素晴らしいチャンスが来たと思いますありがとうございました非常にいい視点ですよねカメロンさんがおっしゃった情報データの大事なだという点につながるお話でもありましたしそれからまたマゼリアさんがおっしゃったのは人の能力それからキャパシティとしてこの問題 を人権と一緒に戦っていくということに対する組織をいかに作るかということにも関わっているというふうに思いました実はまだパネリストあと2人いらっしゃるのでもうちょっと質問をしたい方待っててくださいねじゃあ次にフェデレック・ラバスキーさんアジア太平洋担当の人権政策を行っていらっしゃる方でメタの方でそれからエレクトロニック・ミュージックの作 作曲者でもあります。まその話をされるかわかりませんけども、え私そんなこと書いてたでしたっけ？これはオフラインで音楽の話はしましょうね。もう私この六番目7番目でお話をさせていただくので、もうほとんど。 言うことがなくなりましたけれどもでもいいその意味としてはどっちの方向に話が進んでいるのかわかるので私にとって何を言ったらいいのかというのがよくわかるという意味では6番目7番目で良かったです IGF の皆さん本当にありがとうございますちょっと声がガラガラですいません で申し上げたいのは私個人的にもこのパネルに参加できて嬉しく思っておりますメタのヒューマンライツポリシーのチームに昨年の7月に入りました何十年かずっと国際的な市民団体それから国 それから人権高等弁務官事務所関係で仕事をさせていただいておりました。でアジア太平洋地域における人権政策担当しておりましてこれはメタの最大のチームなんですけれども全てのマルチステークホルダー関係のコンサルテーション的な仕事というのをやっているチームです。というのが私のバックグラウンドでその、まあ、批判的なアウトサイダーという立場からいかに 人権の枠組みをビジネスに持ち込めるのかというのは懐疑的だったんですけれどもでもメタが非常にそれをうまくやっているなというふうに思うに至っておりますまだまだ道のりは長いんですけれどもだけれどもいろんな進捗が見られておりまして特にコーポレートヒューマンライツポリシーというのを21年の3月に採択して以来かなり前に進んだというふうに思っています。いくつか この数年間やってきたことがありますけれども、ヒューマンライツチーム、人権チームを作った、それから人権政策を作った、それからオーバーサイトボートも作った、そしてヒューマンライツ関係の政策、それから守るための資金も、それから政府に対して企業がその個人のプライバシーを提出するように言ってきたときにどうするかというような委員会すらも作っています。 2つのアニュアルヒューマンライツレポートというのはもう出していまして今のが最新版です興味のある方の中には例えば企業全体としてどのようにリスクアセスメントをしたかということも書いてあるような報告書になっています今成果に関しては公表しますけれども人権リスクを 企業全体としてバリューチェーンの上下にかかわらず行っています。それから国のレベルでも人権デューディリジェンスをやっています。で、パレスチナでもそれをやっています。そしてこの2、3年、米国,国連、国連機関との関係も深めています。例えば、グローバルコンパクトもそうですし、それから UNGPA のコミットメントもしました。それから UHCA のコミットメ HCR それからジェノサイド禁止委員会に対しても委員会を送っていますしそれから20人ぐらいの代表が IGF にも我が社から来ています私たちのグローバルポリシーのプレジデントもこの弊社のコミットメントをエンゲージメントとして発表するために来ていますということで皆さんの中に市民団体の方も多いと思いますけどももう そこでやったことをここの世界でももう一回やりたいというふうに思っています。で最初に申し上げたいのはとはいえ難しいです。難しい難しいのでカンパニーポリシーにヒューマンライツを入れただけでも大変だったんですけども、でも非常にでもそれはとっても重要な決定だったというふうに思っています。私はアジア太平洋地域の担当なんですけども、極めて文化それから言語においても分たくさん多様性に積んで。 多様性に富んでいますしそれから各国政府が人権や民主主義にコミットをしておりますけれどもしかしながらアジア太平洋地域というのは多様性に富んだ地域でもあります。ですから 会社が行っている2つのコミットメントつまりその各国の法律に準拠するそれから国際的な人権の基準を各国で実践するという2つの目的を実施するのは不可能でなかったとしても大変難しいんですけれどもでもできる限りのことをやろうとしていますで、私たちは自分たちでもフレームワークを作ろうとしておりまして そういう意味では国連がグローバルプロセスをやろうとしてくださっていることを大変だとするものです IGF もそれから GDC に関しても非常に嬉しいというふうに思っていますで、最近実は GDC に対してコメントを送っておりますで、いくつかあるんですけどその中には 私たちが集団でやるべきアクションそれから協議をやってやっていくべきこともいうのもあります。で例えば政府がその個人のデータを欲しいといった時にはどうするかあるいは表現の自由に対してそれを守るということそれから PPP でもって有害な ヘイトスピーチを防ぐともうこれ以上はちょっと多すぎるので読み上げませんけれどもしかしながらお話をしていてそれから他の人が話しているのを聞いて思い出したんですけども私の世界メタの中では市民,社市民団体からメタに入ったんですけどもまだまだギャップがあるなと感じています理解という意味でセクホルダー間の理解にはギャップがあります。 なので毎回こういう対話は人権だ人権だというふうに言ってはいますけれども人権の言葉を語ってはおりますけれどもしかしながらこれをやっぱりもっと社会に浸透させていってその人権の枠組みというのについて語り合うということが重要だというふうに思っています。エンジニアの人たち とかソフトウェアデザイナーとかセールスの人たちと一緒に仕事をする上においてやはりその人権というものを実行に移すために噛み砕いていかなければいけないなというふうにも思っています。それをどうやってやっていくのか、そして人権の言葉を政策の中に落とし込むにはどうしたらいいのか、あるいは実際にその大規模に人権のその実践を 例えばコーディングにするとかっていうのはどうやったらいいのかとかビジネスポリシーの中に取り込むにはどうしたらいいのかということを考えなければいけないなと思っています。それからリスクというのは常に人々が口にします法的リスクビジネスリスク政策リスクというふうにたくさんのリスクがあります。 でも人権リスクというのもあるわけです。でよく似たようなことを話しますけれどもでもバランスとかウェイトっていうのはそれぞれのリスクに対して異なるバランスを与えています。企業によっても政府によってもそれぞれのリスクに対するウェイトのかけ方は違うというふうに思います。ですので共通のビジョンというのをその共有する必要があるというふうに思います。特に他に他 リスクを軽減するためのフレームワークがあるのであればテクニカルとかビジネスとかいろんな人たちが理解できるような枠組みにしていく必要があるというふうに思っています今回話す機会をいただいてありがとうございましたフレデリックさん大変にありがとうございました企業の視点をお聞かせいただきました。とても嬉しく思いますメタが何をしているのかどういう分野に改善余地があるのか それから、リスク評価という枠組み、これ非常に興味深いと思います。これは？よりよく、うーマロリーさんの視点を取り入れて人を中心にする。そして人権のま視点を入れるということをやりたいと思います。最後のパネリストです。あの グベンガセサンさんですパラダイムイニシアティブのディレクターで IGF リーダーシップパネルの一員でもありますペギースありがとうございます人権の話をしていますマルチステークホルダーのアプローチについても話していますしたがってここで明確に述べたいと思いますマルチステークホルダーという会話というのは そのテーブルの上に出すこととは難しいと思い思ますこれは非常に、えーまあ、マルチステークホルダーとかそういったことを何回も何回も言っていますけれども IGF2023、えーまあ、これは IGF だけではないんです今までの IGF もそうですしグローバルなプロセスには、えー、その参入の障壁というのがあります。 いかにこれは非人間的なのかということなんです。自分のあの存在を守るために、えー、まその主張したければいけないということ、これは非常にあの屈辱的です。ですから私たちがそのことをまず念頭に置いて、そして IGF を主催しているのであれば、あるいはグローバルという名前を付けるのであれば。 それグローバルというのは全てのというか関連するステークホルダーに門戸を開かなければいけないということです。もちろんいろんなそのマイグレーション移民のお話とかもありますけれども今人権の話をしているわけですからそしてグローバル えー、GDC の会話とか IGF とか、まあ、いろんなそういった組織がありますけれども、えー、大事なあの機会というのは データです。データとストーリーです。人権に関するデータストーリー、え人間人権侵害人権の保護、えそういったことが市民社会の中から長いことえ扱ってきて出てきています。えそれをぜひ活用するべきです。その情報を利用するべきです。そしてプロセス手続きを改善するべきです。 私たちが気がつかなければいけないのは、全く無視できない経験というのを多くの人がしてきているわけなんです。それによってこの問題を深く理解することができます。まあ、例えば、世界の国の中で人権侵害が起きているところがえたくさんあるわけです。どうやってそういうにちょまあそういったに挑戦してきたのかま、リーダーシップ、パネルなど。ではまあ何日か前に数日前に。 随分前のように聞か、まあ、感じますけれどもたった2日前に論文ペーパーを出していますそのペーパーの中でインターネット私たちのインターネットは今どんな状態で私たちが求める望むインターネットはどんなものなのかということをその中でまとめています。 あったと思います普遍,で普遍的でそして包摂的でそして流通が重でとかって書いてありますけれども一つはもう一つはそ,の尊厳ですでそれについて一言申し上げます。 二十六億の人がアクセスがないと言います。もちろん、アクセスが実現するべきです。私の人生も、一通の E メールによって始まっています。それほどインターネットというのは強力です。二十六億の人がアクセスできないということ。しかし、それだけではなくて、脱線とかその接続が切られてしまった人もいるんです。政府とか、あるいは自分が関わった活動によっ 切断されてしまったたといいう人たちもいるんですでも彼らは接続されているというふうに見なされているんです26億の中には入っていないわけですからしくたがって、えーまあ、最近これについても、まあ、レポートというものが発表されていますけれども2023年の現状として、まあ、そういう状況があるということです。そして最後にグローバル ポリシーというのはこれは人間のためのそのプロセスですからえその会話の中心は常に人間です人間の尊厳ですえ国家にももちろんあの義務はありますでえこの人権の原理原則を実施するという義務をまあ国家が見ているわけですけれどもしかしここで、えー 例えば2020年とかパンデミックの時にはっきりしたことなんですけれども人権はビジネスにとっていいんですプラットフォームを信頼できればそれを使いますそしてそれをサポートしますということで皆様からのコメントなどご意見といったものを是非伺いたいと思います。てての人が全ての人人がが まあこのテーブル上にまあ参加して何の障壁にもま直面しないようにということです。待ってた会がありました。大変素晴らしいスピーチでしたね。最初の点ですけれども、まずこの会議のみならずやはりそのグローバルな会話をするのであればやはり。 誰がが一体何ををしていいいるるるのかとととううことを理解すす必要があるというふうに思います皆さんがこのフォーラムを成功させるために何を求めているのかということを理解しなければいけないと思います。参加というのは皆さんに対してドアを開けてあげるだけではなくって私たちとしては知識とか経験を持っていなければければ。 アイディアとか洞察を知らなければディスカッションができないわけですからそういったものを持って呼び込むということが重要です。で本当に皆さんどうもありがとうございました。インターネットシャットダウンワンポイントというのに関してはその言及として正しかったと思います。ではパネリストのお話をいただきましたので。 皆さんの中から何かご質問があればパネルの皆さんに投げかけていただきたいと思いますその場合にはマイクに立ち寄っていただいてそしてご自分のお名前とそれから短いご質問をお願いいたしますできる限り多くの人から質問を取りたいのでなるべく短くお願いしますどなたかいらっしゃいますかしら京都の方ではい、皆さん聞こえますか キャロライン・タカーと申しますアクセス NOW というグローバルな組織でエクステンディッド・デジタルライツということで世界の危機にさらされた人たちのために仕事をしています。で特に有意義なアクセスということに関して重要だというふうに思いましたやはりこういった。 会話に安全に参加することができなければこういった会話を聞く本当に必要がある人たちの声に耳に声が届かないというふうに思います。ということで質問をパネルの皆さん特にベンガさんにお願いしたいんですけれども今おっしゃったことにのっとって質問をさせていただけたらと思います。つまりどの程度私たちが IGF の影響に関してですけれども。えー サウジアラビアが次回の IGF の総会国なんですけども、えー、マルティステークホルダーモデルというものがそれにおいて本当に大丈夫なのかというふうな疑問があります。つまり意味がある形で市民社会が次回の開催地で開催できるのかということを質問したいと思います。いくつか質問を取りたいと思います。お願いします。 ありがとうございます。あのこの対話非常に嬉しく思います。人権と人間の尊厳です。ミシジュケニアの国会議員です。国会の中でま情報とか国境のコミュニケーションなどを担当しています。さて人権についてです。これをま AI がま雇用を喪失させてしまう。 ということですねつまり AI が人間の仕事をやるようになってしまうという時にま例えばリサーチャー研究者がやる仕事が AI にとって変わってしまうというようなそういった脅威といいますか恐怖が途上国にあります2つ目はサイバーのいじめですサイバーブリングですえ特に脆弱なグループ メンバーの人たちが対象になります。女性政治家がそういった問題に直面しています。ではどうやって対処すればいいんですかそれから3点目プライバシーの保護それからデータ保護私の国でアメリカから来た人がバットコインという。 名前でケニアの市民から情報を集め、データを集めていました。当局は何が起きているのか分かっていなかったので、それは国際的なその規制がなくて、誰でも突然来て、ある国に来てデータを集めたりすることができるというシナリオです。もっとと脅威という恐怖が ああその趣味の中に広がっています。だからこそ私たちは何らかのアウトリーチのプログラムが必要なんです。えこの地球上世界中地球上にこの AI が何なのかということに関するプログラムを導入する必要があります。AI というのはその国内のセキュリティ安全保障に脅威になる場合があります。この大きなフォーラム国際フォーラムだけではなくて。 同じ情報というのを、えー、国の中でも、まあ、農村地帯にまで田舎にまでどんどんと拡散する必要があります。えー、彼らそういいったところには接続性がないわけです、えー、そしてみんな何が起きてるか分からないわけですから AI といってもそれがどんなあのこれ魔物なのかと思っているわけです。あビットコインもそううでしょうしょこれは 国内の安全保障への脅威になるということで、まグローバルでみんなが話し合いに参加する必要があると思います。ありがとうございました。大事な点が3点もあの述べられました。 Gibson と申しますデジタルライツの人間です。踊りというふうに短く呼んでますけれども初日なんですけども私これをコーオーガナイザーとしてデジタルコンパクトに関する会議をやりました。 グローバルデジタルコンパクトで外してはならない10個のポイントについてこちらで議論をしておりますでジェンダーについてなんですけども人権というのはやはり私たちの GDC の一番目の原則であるべきだというふうに思います人権法にのっとったコンパクトであるべきだというふうに思いますジェンダーに関してデジタルコンパクトにどのように入れるべきだというふうにお考えか皆さんのお考えを伺いたいです ありがとうございました3つ質問いただきましたね。ということで全部で5つになっちゃったんですけれどもじゃあパネルの皆さんにベンガーさんから一番最初最後だったので今度一番最初にお願いしていいですか。<Thanks. S 3> ありがとうございまずアジサババに昨年 IGF が開催された時に参加されてましたか であの私も申し上げましたけれどもとても恥ずかしかったんです、まあ、インターネットのガバナンスフォーラムという会議だったのにもかかわらず、まあ、実際に正直にいろんな問題がありましたサウジアラビアを含めて IGF に参加している人たちは IGF の意味を理解するべきですこの,このフォーラムというのは会話をするフォーラムでインターネットに関してそして人権も含めての会話をする場です ええ、まあ、国家のゲームだとか、あその、おえー、いろんな、そのアドボカシーとかというのがありますけれども。えそんなことよりも、えいろんなその保証を得るということに関心を持っていた人たちがいたのは残念だなと思いました。センキューベンガ、ああ、ムーベンガさん、ありがとうございました。 で質問の中にはジェンダーサイバーのいじめそれから個人データの保護それからインパクトが AI によって仕事にどういう影響があるかという話がありましたよねで2つほど取り上げたい質問があります1つはサイバーのいじめに関してですここでは非常に情報豊かなレポートが出ているんですセンターフォーデモクラシーテクノロジーに関してなんですけども有色人種の女性アメリカにおいては 非常にオンラインの経験として本当に素晴らひどいことになっているということが分かっています。でいろんな要素があってそうなっているんですけども全てのステークホーダーがですから役割を演じなければならないというふうに思っております。 ということでプロセスとして問題をリサーチをしてそれをニュアンスも含めて理解をして実際の行動を起こすというプロセスがこういう問題が発生した時には毎回やっていかなければいけないというふうに思いますリサーチャーにデータを与えたりあるいはコミュニケーションとしても非常にニュアンスをちゃんと それからやはり政治家とか一思決定者に対して情報を与えて何らかの形の,その対応をきちんとしたスケールでもってできるようにそれからブロックをしたりとかっていうことも必要だというふうに思います。 ジェンダーで一番影響を受けているのが女性で有色人種だというふうに思うので我々としては注目していかなければいけないというふうに思います。実際の現実の世界において及ぶ害についてはですねそれから2つ目は来年のフォーラムに関してなんですけども私ちょっとそのリマークの最後の方に言ったからかもしれませんけども まあどんな場所で IGF があったとしても人権というのは大きな議題の一つになるというふうに思います。なので持続可能の会議とか、あるいはインターネットと AI とか人権というふうな話というのは IGF の常に重大なトピックになるというふうに思います。というのもこれらは非常にテクノロジーが重要だからです。なので以前もそうでしたけれども、インターネットガバナンスのミーティングというのは毎年、 人権的にあまり褒められたところではない例えばトル,キトルコは2014年にありましたけれどもそこなんかもそうですよねそれからシンガポールが IETF をある1年やりましてでもそれをやめざるをえで。 そのやめざるを得ませんでしたというのも LGBTQ だとシンガポールに入国できなかったからです。ということでこういう会話というのはやはり人権の問題がありますのでそれについて大きく声を出して語れるような場所というのが必要だというふうに思っておりますので毎回毎回それをやっていくということを皆さんにお願いしたいと思います。どうぞアイリンさん。 アイリンさん、あのすごくいい質問があって、しかもいろんなその角度がありますよね。ではアクセスの話から始めましょう。まず最初、非常にあのポジティブなことです。市民社会を参加し、このテクノロジーのセッションに参加してもらうことの有益さです。で、私が主にこの IGF では この市民社会の人たちが持っている専門知識はものすごく高いんです。まあ、政府よりも高い場合があります。いかにこのテクノロジーが機能して、そして民間部門ではエクスポージャーもあったりとか、えそして国際的な人権に対してどうなっているのかということについても知識が高いです。深いです。 それからベンガさんも言っておっしゃってましたけれどもキャパシティビルディングということについてもこれはテクノロジーのコミュニティも政府もそうなんですいろんな違った角度と同じ問題をこれは理由にしているのかもしれませんサウジアラビアは IGF コミュニティのリーダーシップパネルの責任だと思います。マグの マロリが痛い,いように責任だと思うんです。人権をこの議題の真ん中に堂々と持ってくるということだと思うんです。そして、この包摂インクルージョンという部分が。きちっと注目されるようにするということです。まあ、あの人をこうまだ入れない人を作ってしまうというのではなくてですね。それから最後の質問でしたね。ジェンダーですか？ ケニアの方がおっしゃったことに関連します。この会話は人権の観点から除外をされてしまうという人たちつまりテクノロジーがエンジョイできない人たちそしてそのテクノロジーをきちっと統括するというガバナンスの問題それと このインクルージョン包含包摂という問題これはテクノロジーが,のが実際に配布される前の問題なのかそれとも例えば先制的な政府が検閲をしたり情報をコントロールしたりということに関係するのかこれは意図的です。で,あの Day Zero で えー「ジェンダー」という対話テーマが出てきた時に、えー、女性が最も、えー、その接続から除外されている、えー、それから、えー、意味のある有意義な性法説というところからも抜けてしまっているというのが女性だということが、えー、述べられていましたそしてまたリスクという視点から考えてもこのテクノロジーが使われることによって 女性や女児がジェンダーという側面から不利な影響を受けるだからこそジェンダーというテーマをもっと上に持ってくるべきなんです。なぜかというとこの両方の側面というのはジェンダーという観点から解決しなければいけないからなんです。そしてもう一点 ケニアの方がおっしゃったように、まあ、その労働力の問題です AI がまあこの雇用を喪失失失わせてしまうこれは私たち全員が影響を受けます社会の全ての私たちです AI がより埋め込まれている社会はそういった意味でリスクも高いということになりますそして まあ、あのそれについて考えている人たちいますけれども大体が経済学者なんですね。で、まあ、労働問題の専門家だったりしますけれどもテクノロジーのコミュニティの人たちはあんまりここに注目していませんそれから人権の人たちもあんまり注目していないのでその質問良かったなと思いました。ありがとととうございまししたたさんんおっしゃっっゃことにちょっとコメントなんですけども人事 人権の会議それからインターネットそれからアジェンダーの側面ということですけれども私たちとしてはオンラインでまず解決をしようとするんですけれどもでもオンラインというのはオフラインの鏡みたいなものなのでオフラインで成功しない限りオンラインでも成功できないというふうに思います。ピータータさんどうですかはい 少なくとも大きなチャンスがあるなと思ったのはテクノロジーをベースにしたジェンダーのソリューションというのは一つ大きな可能性を秘めているというふうに思いました別にロケットサイエンスを使わなかったとしてもジェンダーベースのヘイトスピーチというのを見つけることができるんですテクノロジーベースをちゃんと構築してサイバーイジメに関しても特定できるような技術というのができると思うんですなので 国とか民間部門とかそういったところがこれにフォーカスをちゃんと置いて来年とかちゃんとやればその効率性にその重きを置くよりももっとその問題に重きを置けば来年ぐらいには解決できるんじゃないかというふうに思うぐらいです。それからえいわゆる。 that this is not really happening and that we still have kind of a you know, capitalist free market striving for full occupation while a full employment while you know it's actually going in the other direction and we have you know seen now years where we had economic growth with unemployment rates also increasing which is a new phenomenon you know, also from an economic point of view and uh, I think we just have to to identify that interdisciplinary debate on where we should strive for. You know, they can, ethics can also contribute in. You know, what what does it mean for a human to work or not finding uh, you know paid professional um, task, and and of course you know other disciplines contributing to to trying to find a solution for that. Thanks very much. I think there's a, a real agreement on the need for. はい、あのこの点についてはもっと深掘りする必要がありますね。フレデリックさん。はい、あの短くするようにします。皆さんのおっしゃる通りだと思います。ま、何百回も何百回も述べられていることです。サイバーいじめ。それから。え、ジェンダーの問題、ジェンダーがもっと中央に持ってこられるべきだとか。 やはりこの枠組みのことだとかも関係してくると思いますけれどもこれすごくびっくりするんですけれども原理原則ステークホルダーが一緒に集まるということが大事です私は人権の専門家の法律家でもありますけれどもテクノロジーの企業なんかで行くと全てを行動に移そうということをやるわけですよね。 で中には技術的なものもあるし政策のものもあるしメッセージというものもあります例えば裁判の裁判いじめですがその例をとりますと人権というのは、まあ、そ人権から始めなければいけないその原理原則から始めなければなりません。で私たちが持つ共通のビジョン 理想から始めなければなりません。そこから政策に行くわけですけれども、それも非常にあのメタでは堅牢なものがありますが、常にやはり再現して進化をさせていく必要があります。ね、例えば国ごと、言語ごと、文化ごとに修正が必要になります。え、そして最終的には軽減の軽減方法。 をどうやって設計してそれをどうやって実施するのかそれは迅速に実施しなければなりません。例えば、えー、女性のお、えー、そのそ いわゆる公共の場で活躍する人たちに対していじめがあった場合はどうやって政策をするのかとどうやってどういうふうに保護するのかという政策それに関しても修正が加えられました透明性が大事だということだったり必要なツールが全て提供されて自分たちで自己保護ができるようにするそれから言語の問題ですすての問題は言語に集結するわけです。 で特にハラスメントといじめは進化をさせなければいけない分野だと思います。政策そのポリシーというものをやはり常に更新していかなければいけないと思います。その文化やそのコミュニティ特有のものに合わせていかなければなりません。次の IGF ですがその次のステップですね。 まあ今今回の素晴らしいまあいろいろな話し合いを,を通して私たちが一致団結して具体的な解決策を出せればと思います AI もそこに入るでしょうありがとうございましたあと少し質問を取る時間があるでしょうかマイクの方に寄ってきてくださいねで一つ ケニアの国会議員の方がおっしゃった点についてプライバシーデータの話というのがまだ対応できてなかったかなと思いますこの問題に関しては非常に IGF のテーマとして AI が中心になっていますけれども一方で AI がデータの課題であるというふうな見方というのもしなければいけないなというふうに思っています。で最低限に透明性というものが必要でありますしでこれはフレドリックさんがおっしゃった点にも戻りますけれどもそれがにもデータの保護をいかにするのかデータ保護というのは AI の方程式の中で非常に重要な要素だと思っています。ご質問ありますか、はい、はい。私の方で フォローアップしたいんですけども対応が十分ではなかったと思ったので私たちが IGF とか他のフォーラムをホストする時に例えば私が聞いたのは主催者が誰になるかということに関してですけども人権というアジェンダに関して例えば。 一番そのアジェンダに影響を受けている人たちが実際はその会議に出席できないというふうな形になっているということが報告されています。例えば偏見化された人たちが出席できないというふうな状況があるのでそれについてどう思いかということが質問。そそれからももう一つはそのいろんなフォーラムでもその ビザの問題もあるというふうに思います。で、これらに関しては、あんまりテクノロジーで、ある一種の人たちは自由に動けるんだけども、そうじゃない人たちは、その移動の自由が保障されていないというふうな問題があるので、やはりアジェンダ、ジ g f の一つとしては、やはりテクノロジーを植民地化しないというのが一つ重要だというふうに思っています。 でそれからアフリカの文脈で言えば自分の大陸から出られないような人たちもいます。でもうすでにメカニズムとかシステムがあって EU モデルのような形でその大陸の中で自由に動けるというふうな形をやろうと思えばやれるんです難しくないんですけども。 ただそういうモデルが他でお手本があるんですけれどもしかしながらそれが享受できるというのはその限られた人だけであるというふうな状況になっていますなのでどういう実際の具体的なアクションとして IGF として何かやるつもりがあるのか毎回しゃべるだけで何にも全く話が進んでいないというのがこういう状況ですのでお伺いしたいと思います。皆さんこんこにちはブラジルから参りました ブラジルの青年の代表です。で、えー、皆さんがおっしゃったことあのその通りだと思います。私の考えと一致してます。まあ、あの青年の立場そしてグローバル・サウスの立場です。えー、最後の前回の IGF で十分な十分な私たちのような LGBTQ が代表されてなかったと思うんです。 トランンスジェンダーの人たたちは少なかったんですそれからディベートの中で私たちの視点が代表されていない反映されていないというところもありました。例えば私たちのコミュニティに対する暴力はインターネット上だけではなくこの現実世界でも発生しているわけです。したがってこういったディベートというのはぜひするべきですし提案としてはこういったフォーラムで。 私たちのあの視点も視点も取り込んでほしいと思います。それから青年そして LGBTQ の視点そしてグローバルサウスの視点も入れてほしいと思います。ぜひそれを実施してほしいと思います。そのような考え方を導入してほしいと思います。次のフォーラムではぜひ。 もっと大勢の LGBTQ の人たちにも参加してほしいと思います。特に他にも質問はないと思うのでパネリストの方たちに最後のコメントをいただくことになってますね。では最後のこの質問にあのもう触れながらコメントとしたいと思いますけれども逆方向ですみますか。グベンガさんどうぞ、so、はいあの 人権をサウジアラビアの人をパネルにどう化するとかそういう話ではなくて私たちとしては人権を守っているということをきちんと担保するんだというふうに思っています。なのでこれは理論ではないんです。これはエクスペリエンスの問題なんです。実際に こういった経験を持っているあるいは実際に影響を受けている人たちが実際にそのトピックがか 交わされる場所にいられるかどうかという問題でありますなのでパネルの問題ではなくてつまりいろんなその肌の色の人をパネルで揃えるとかそういう問題ではなくてこういう難しい対話をしなければいけない時にそれがどこで会話をされたとしてもそういった会話が次回の IGF でも行われるということが重要なんですこれは IGF が継続していくグローバルフォーラムとして継続してこの会話をするということが重要で 各国あるいはプラットフォームで実際にそういった言葉でもって話をするということが重要なのであります。で誰が出るかというふうなことに関してですけれどもこれに関しても継続議案となるというふうに思いますけれどもおっしゃったようにパネルとかトラックとかがいろいろあるということは嬉しいなというふうに思いますけれどもしかしながらこうやって質問 若い人たちが本当に出席しているかあるいはマイノリティが出ているかというふうな議論があるということは私たちはこれらに対して注目をし続けなければいけないということが意味されているのだというふうに思います。なのでワークショップなんかのガイドラインに関してもこういったことをチャンスとそういった人たちにチャンスを提供できるような場所になるなければならないというふうに思っています。なのでここで終わってはならないというふうに私は思っています。 例えば廊下でもそれから今後 IGF が終わった後でも国は義務として民間部門もビジネスにいいからというふうな理由でもって例えばその 技術的なコミュニティも含めて市民社会も含めてこういったことに関してその本当のことをしゃべることからその背を向けてはならないで他の人たちも含めるということに背を向けてはならないと思います最後に話していただけばよかったですね今のがまさにクロージングステートメントになったと思いますではフレデリックさんどうぞありがとうございます私初めて IGF に参加します しかもメタを代表して参加するというのも初めてです。まあ私に対するいろんな批判もあるかもしれませんけれどもとても参加できることを嬉しく思っていますし光栄です。で人権が中心にあるということこれは素晴らしいと思いますし。 私はどこにいればいいのかなというか自分のその立ち位置が分からない時もありますけれどもまあそういった意味でそのアプローチに対してまあ少し矛盾になってしまうかもしれませんけれども皆さんおっしゃるように私たちの方から え、そういった枠組みにできたというのは嬉しく思います。いろんなあの会議に今まで出てきました。ま、市民社会だったりえ、もっともっとできることがある。より法摂的なプロセスにできる余地があるということは重々分かっています。で、問題の本質。 え特に体系的な問題その問題の本質に触れるということが非常に大事だというのも分かっていますしかしいずれにしても今回は参加できて大変に光栄ですたくさんの批判がありますその通りだと思いますえそして私としてもそれについて話をすることは全くあの問題ありませんメタ今回大勢の参加者 が今、IGF にこれだけの人数が参加できたということステークホルダーのグループに参加できたということはこのプロセスこのテーマに私たちコミットしているということのまあ表明ですまあ将来的にもさまざまな形でサポートをしていきたいと思いますフレデリックさんありがとうございましたマリエルサさんどうぞ最後のコメントいかがですかはい 2つほどコメントがあります前の質問に関しても対応したいんですけども暴力に関してですけどもこれがジャーナリストに対してのオンラインの暴力というのも特に女性がそういった職に就いた時にオンライン暴力に遭うということこれは表現の自由が危機にさらされているのと同義語であるというふうに考えています。というのもプロが本 どのことが言えなくなるあるいは事実をデジタルエコシステムの中に供給できなくなるからです。こういったハラスメントそれからいじめに関しては単にミソジニスティックコメントであるのみならずやはり情報を のきちんとしたその提供ができなくなるで女性のジャーナリストの72%がオンラインでハラスメントにあっていますでそのうちの多くの人たちがオフラインでも攻撃にあっているという事実がありますですからこれもやはり議論をするべき内容だというふうに思いますそれからラベリングの問題ですけ,あそれ,問題ですけれども でまあ労働形態は変わるでありましょうその AI が変えるということはあると思いますが最終的にどうなるのかというのはまだ分かりません最終的な雇用状況がどうなるか分かりませんけれどもしかしながらテクノロジーが労働保護を奪っているという問題というのが問題です。でもしもきちんと。 守られていないというふうなことになっているとこれがマイナスな影響をあるというふうに思います。例えばその看護婦がそのきちんと仕事ができなくなってしまうそしてメンタルヘルスがおかしくなってしまうというふうな問題もあってそれが例えば問題になるというふうなことになります。ということで IGF に関して一つ提案をしたいと思います。IGF というのは本当にマルチ ステークホルダーの素晴らしい場所ですけれども一つ抜けているのは人権とかテクノロジーに関しては批判的な対話というのがないというふうに思います。規制当局が実際にデジタルテクノロジーの規範を作るわけですから例えば情報コミッショナーとか人権コミッショナーとかそういった人たちも参加していただいて定期的にこういった IGF の参加者として名前を連ねるべきであるというふうに考えております。メディアも同様でありまして 十分な代表者が来ていないというふうに思います一般市民に対してデジタルの問題というのを警告を発するのはメディアだというふうに思いますいいこともあればそれからデジタルテクノロジーの害というのもあるのでメディアというのは重要だと思いますそれから政策決定者でありますけれどもやはり 知識と政策の間にパイプラインがきちんと、人権も含めてないことにはきちんとした政策ができないので、そういった人も来てほしい。それから裁判官とかあるいは検察官の人たちに対してもやはり IGF の会話の中に入ってほしいというふうに思います。どうもありがとうございました。Thanks, Miles。ありがとうございました。 非常にあのこのより広いまあ法案法節というのは大事だと思います。えっと逆方向に進んでますから次はマロリーさんですね。はい私の結論ですが。があのまずプライバシーの話をしたいと思います。今まで話題になってませんでした。 まあこれあの強調してもしすぎることはないと思います非常に複雑な今状態になっていますプライバシーがその一つです何もし,なしてこなかったんです素らにも関わらずこの10年ぐらいあるいは2013年ぐらいからあのプライバシーの話を始めたわけですよねその前から始めたわけですで、えー、いろんなあの問題点が指摘されてましたけれども 特にテクニカルレベルでこれは是正しようとしたわけです。で暗号化だとかそういったことも導入されましたし。 DNS のこともまあ暗号化とともに進められました。しかし実際にプライバシーの危機っていうのはあんまり私たち直面してこなかったんだと思うんです。ビジネスモデルはもちろんまあターゲットになる場合があります。例えばその国家体制の監視対象になったりということもあるわけですから、まあインターネットのその機能を考えるといかにエンドユーザーが 影響を受けけていいるのかととうことここも考えななればなりません非常に重要な要素で全ての人が代表されるべきだ参加するべきだとか言っているんですけれどももっと話さなければいけない問題はありますいろんな側面角度があります。ということで最後に申し上げたいことは。 さっきあの少し触れられていましたけれどもこのパネルではちゃんと話し合っていません新しい国連におけるメカニズムですインターネットや AI グローバルデジタルコンパクトについて話すメカニズムです何か,のと何かにとって変わるということを今までやってきませんでした常に追加追加追加としてきたわけですそれは決して悪いわけではないんですけれども非常に複雑な状況になっていますガバナンスのことも複雑になっています ガバナンスの対象自体が複雑になってきているわけです。ということで、えー、ここにはチャンスもありますしかしリスクもあるわけです。チャンスというのはブラジルの方がおっしゃったように新しいより良いまた興味深いあの次世代の現実世界で起きていることをテーマの中に入れるということですね、えー、つまり私たちがやっていることを拡大するということです。 でもそこで慎重にならなければなりませんあの社会問題を全部テクニカルなバケツの中に入れるのではダメだと思うんですよそれは非常に危険だと思いますリスクだと思います、えー、それこそがリスクになってしまうので、えー、技術的な専門家の話を世界の中にこうどんどんと普遍させていくということはいいんですけども逆モデルというのはどうでしょう もちまあ,あのこれはさらに複雑化をその増大させてしまうと思います。マルリーさんどうもありがとうございました。じゃ、ピーターさん、どうぞはい。ありがとうございます。この質問をくださった皆さんに感謝したいと思います。私の最後の言葉としては、基本的にはもう皆さんが言ってたことの繰り返しになってしまうんですけども。 その私が正しく理解してたらと思いますけれども私たちはビザの問題に関しては移民とかあるいはもっと全体的な話をしない限りビザの話だけでは十分な話はできないというふうに思います。今後とも例えば具体的な質問が 質問があるというのは重要ですけれども例えば生徒とかあるいはストラクチャーとかもっとシステミックな観点から物を見るということが必要だと思いますじゃないと対策はきちんとできないと思いますそれからきちんとしたいろんな人の代表があるということについても重要です私としても今後とも自己批判的に本当に私たちが言ってることを実行しているかというふうに聞きつけてき。 自問自答し続けてほしいというふうに思います口で言ってることを本当に行動しているかどうかということです私たちはそれを聞き継続けることを皆さんにお勧めしたいと思いますそれから最後の最後の一言ですけれども法律的なディスカッションが AI についてその交わされておりますけれどもそれから倫理の話もありますけれどもこれ自体もリスクがあるというふうに思います つまり口では美しいんだけれども実際の行動に移っていないというふうなリスクを払んでいますですから今交わしていることを実際にレコメンデーションとかガイドラインに作るような前に行動に起こすことによって物事は大きく変わるというふうに思いますえ素晴らしいポイントでしたねえー、グベンガーさんがあお本演でいらっしゃいましたねではまずキャメロンさん オンラインにえでいらっしゃると思いますので何かまず言っていただいて最後にアイリンさんですはいあの何点かあの質問が出ていました一つはジェンダーもう一つは LGBTQ のことですフレデリックがさっきも言っていましたけれどもどうやって そのプラットフォームの構造を作っていくのかということで人権チームとしては国家ベースでの侵害とかそういったことが対象になっていたりしますけれどもジェンダーの平等っていうのはどこに位置づけるべきなのかこの人権チームはどのようにそれを位置づければいいのかということです。プライバシーと それから監視サーベイランスとかそういったことも関連してきますよねですから私たちが実際にプラットフォームの観点から自己可能なステップというものを今構築していくことが大事です AI とそれから労働力の喪失についてなんですけれども まあそれれはあの正確ななな情報に基づかなければなりませんね、まあ、AI の研究をしてくる中で Wikipedia というのは多くの人にとって重要なリソースです。AI が実際にまあもちろん私もある意味で批判的でもありますけれども 会議的でもありますけれども、まあウィキペディアというのはいろんな記事を言語を超えて翻訳することができるわけなんです。でどんな言語であろうと自分の母語で書いたものが翻訳されるわけです。 それによって知識をどんどんと積み上げていくこともできます。そしてディスラプションを回避することができます。まあの資本主義の視点なのかもしれませんけれども、そして最後にミキメディアのチームがあのもうこの会場にいますので、もし関心があれば AI のことであれジェンダーのことであれぜひ話し合っていただきたいと思います。まあ、世界の政府というのは。 まあ基本的なその義務として国民を守るとということがありますどんなに抑圧されている体制政権だったとしてもその守るという保護するということに関しては一貫していると思うんです。ですから法律だとか規制だとか社会規範とかいろんなものが AI だとかインターネット上にあるかもしれませんけれども。 私たちには共通するものがあるということですとりわけ何か議論したり反論したり意見にの相違があった場合などはそのベースラインから始めるべきだと思いますやはりオフラインでもオンラインでも守るということが前提になっていますので 自由でオープンな知識といったものを主張しています。カメラさんありがとうございます。時間もそろそろなくなってきたので短くお願いします。最後の,あの質問についてですけれども、ベンガルさん、もう言うべきことは全部包摂性とかリスクとかプロセスの話してくださいましたよね。現実社会でそれが必要だということでした。で私は いかかに意思決定がされたのはかかりません過去の開催地の選択においてもトルコエチオピアアゼルバイジャン何でしたっけそういうところがあったと思うんですけどもいかにして場所が決まったのかは分からないんですけどもただ次の IGF の段階を考えた時にその他の人たちが他の意思決定 がその構成して意思決定をするかもしれないなと、そうしたら別の場所になるのかもしれないなというふうに思います。で、ピーターさん、それからそのユネスコのラスカルさんでしたっけ、彼女が規制当局の話がありましたオンラインコンテンツ関係の有害に関してでピーターが一番最初の時に他の テクノロジーも非常に人間と関わっているんだよという話がありましたこの二つ自体が世界中で大きな問題になっているというふうに思うんですまた単にテクノロジーが 暴暴力力をを促促進進すすするるる女性に対する暴力を促進するあるいは人権侵害を促進するというのが一方でありながらテクノロジーをソリューションとしても使えるんじゃないかという話がありました。なのでほとんどそのそのネズミが猫に追っかけられるみたいなもんなんですけれどもいずれにしてもテックコミュニティとそれからその 規範のコミュニティとの間のやり取りということに関してはですけれどもポテンシャルもあればそのまだ成長余力もあるというふうに思うんです多分最初はその抽象的なレベルでのやり取りになるかもしれませんけれども一体実践上どんな形になるんだろうなという話例えば人権と AI これはどう,いう評価をするんだろうかというふうな抽象的な話がもっと変わると思いますデジタルパブリックスラッシュ トラクチャ DPI これよく皆さんの口に登りますけれどもここが包摂性の問題テクノロジーの包摂性それから SDGs のためのテクノロジーというふうな議論がありますけれどもプラスそれをヒューマン・ライツ・バイ・デザインと接続をして議論するそうすると経済社会権利それから政治的な権利を一緒に解決できるような問題になるんじゃないかというふうに思います。 あのいろんなコンテンツがあったと思いますけれどももうそろそろ、えー、終了しなければなりません、まあ、私も、まあ、いろんな洞察を得られました試験を得られましたこれからやらなければいけない仕事があ山積みだということが分かりました、えー、それをどうやって、えーまあ、フォーラムを改善しながら向上させながら進めていくかということで人権の問題を、えー、そしてその枠組みをどうやって取り込んでいけば ばいいのかということえそれは次の IGF でもぜひ考えていきたいと思いますオンラインの質問の中でお答えできなかったものもありますがえさらなる会話をこのテーマについて今回の IGF の中で進めていければと思います大変ありがとうございました